それでは発表事項に移ります前に、一点、訃報に対してのコメントを述べさせていただきたいと思います。11月の9日火曜日、瀬戸内寂聴さんが99歳でお亡くなりになりました。心からご冥福をお祈りを申し上げたいと思います。瀬戸内寂聴さん、徳島で過ごされた少女時代から文学に接せられ、透徹した洞察力、独自の文学領域を開拓をされ、長年にわたり文壇を代表する作家としてご活躍をされてこられました。徳島では平成16年の徳島県立文学書道館館長及び平成26年の名誉館長ご就任をはじめ、全国初2度の国民文化祭におきましても、オープニングのテーマ曲幸せはの書き下ろし、また新作人形浄瑠璃として若い人々に関心をぜひ深めていただきたい、このようにお願いをしたところ、公募帳でもらやす恋遍路、こちらを、また源平合戦、四国初上陸の史実、これを人形浄瑠璃を通じて後世に伝えていただきたい、義経街道娘恋鏡、この2本の創作、さらにはベートーベン第九、こちらを徳島をテーマとした日本語歌詞ふるさと讃歌、こちらを手掛けていただくなど、本件をはじめ日本の芸術文化の振興に大きくご貢献をいただいたところであります。このご功績、県内外数々の文学賞はもとよりのことでありますが、平成6年には徳島県文化賞をご受賞、平成9年には国の文化功労者となられ、平成18年には本県ご出身では初となる文化勲章をご受賞となられました。そして平成19年には徳島県民栄誉賞をご受賞されるなど、多くの受賞歴お持ちであり、多方面においてご活躍をされてこられました。中でもふるさと徳島への思い、これが大変強いものがございまして、瀬戸内寂聴奨学金の創設、またふるさと納税、心温まるご支援も賜ったところであります。今後も引き続き本県文化芸術振興のためにご指導を賜れれば、このように思っていただけに、ご逝去が残念でなりません。ありひの笑顔、そして寂聴節、さらには新作に接することができなくなってしまった、こうしたことを思い馳せますと、痛恨の極みであります。ここに改めて県民を代表して心からご冥福をお祈りを申し上げたいと存じます。それでは2点発表をさせていただきます。まず1番目、水素燃料電池バスの路線運行開始についてであります。10月31日から本日まで開催中の COP26、COP だけですと分かりづらいので日本語訳をいたしますと、国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議では、インドをはじめ世界各国が温室効果ガスの削減目標を上積みをしたことに加え、日本をはじめ約20カ国、電気自動車をはじめ二酸化炭素を排出をしないゼロエミッション車の普及に向けた実行計画を取りまとめるなど、パリ協定の目標である世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べ2度より十分低く保つ、いわゆる2度目標の達成が視野に入ったことは一定の成果、このように受け止めております。本件ではパリ協定の発効前に策定をした緩和策と適応策の両輪、これに脱炭素社会の実現を目指す須田君未来の地球条例のもと、2050年
温室効果ガス排出実質ゼロに向けた取り組みを積極果敢に推進をしているところであります。特に究極のクリーンエネルギー水素につきましては、国よりもはるかに早く平成27年度策定の徳島県水素グリッド構想に基づき、これまで中四国初となる自然エネルギー由来水素ステーションの設置や、四国初となる移動式水素ステーションの導入、全国トップクラスの公用車への燃料電池自動車の導入、地方空港では全国初となる徳島阿波鳥空港における水素ステーションと燃料電池フォークリフトのセット運用など、全国に先駆けた事業展開を図ってまいったところであります。こうした中、徳島バス株式会社によりまして、中四国では初となる水素燃料電池バス2台の路線運行が来る12月の1日水曜日から開始される運びとなりました。こちらですね、このバスです。この水素バス、記しておりますが、トヨタ自動車のソラを使用しておりまして、水素タンクに充填された水素と空気中の酸素から電気を作り上げ、そしてモーター駆動、走行をするため、走行時には二酸化炭素、また排気ガスがなく、全くクリーンなバスとなります。また大容量の外部電源供給システム、こちらを備えておりまして、いざ発災となった場合には、走る発電所として、例えば学校の体育館などの避難所におきまして、約5日分電源の供給が可能となります。ソラは全長 10.5メーター、 全幅は 2.5メーター、全高 3.3 メーターということで、現在走っている路線バス、今の3つの数字で申し上げると、全長は9メーター、全幅は 2.3 メーター、全高が3メーター、まあ、一回り大きいノンステップバス、大型路線バスとなります。1回の水素充填で約200キロ走行が可能。定員は78名。またコロナ禍においても安全安心に乗車していただける換気システム、こちらを搭載を出しております。水素バスが走る路線、こちらは徳島駅を出発をし、空の玄関口である徳島阿波鳥空港や本県が誇る観光スポットである鳴門公園を結ぶ鳴門線の4路線、1日11便を運行いたしますということで、こちらがその路線ということになります。結構ね、主要なところこちらを巡っていただくことになります。12月の1日の水曜日、路線運行初日午前8時50分から徳島駅前で出発式を実施をいたします。また水素バス運行開始に先立ちまして、県民の皆様方に水素エネルギーに触れる機会を創出をできればということで、水素立憲元年の幕開けを飾ります記念講演会、また水素バスの試乗会、来週の19日金曜日に開催をすることとしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。さらに徳島バス株式会社におかれましても、水素バス体感をいただくため、13日の土曜日を皮切りといたしまして、23日、これは火曜日祝日までの土日祝日の5日間、鳴門公園、大塚国際美術館、内の海総合公園など鳴門エリアを無料で周遊する実証運行が行われます。
この度の水素バス実装によりまして、運輸部門の脱炭素化をより一層推進するとともに、徳島からの GX グリーントランスフォーメーション実現に向けた取り組みを積極果敢に進めてまいります。次に2番目、放流用の床節稚貝の初出荷についてであります。冬の初めにあたります立冬を過ぎ、寒さも大変厳しくなってきたところでありますが、これからの季節ぜひとも召し上がっていただきたいものが、地元徳島で採れる新鮮でバラエティ豊かな水産物であります。これから年末に向けましては、アシアカニあるいはアオリイカなどの漁獲が本格化してまいりますが、本県が全国屈指の生産量を誇るある食材が来月12月の1日いよいよ解禁を迎えることとなります。ではそれは何ということですね。はい、アワビの仲間トコブシであります。まあ、よく東京をはじめ関東の皆様方はね、ちっちゃいアワビってこう言われるんですけど、アワビの仲間ではあるんですけどね、アワビではない。アワビよりも一回り小さく、火を通してもアワビの場合はこう固くなっちゃうんですけどね、トコブシは身が固くならないことから、主に煮付けあるいは酒蒸しなどに調理をされ、おせちの具材としてもなくてはならない、大変重宝される非常に美味しい貝であります。本県では阿南市や海部郡の沿岸地域で素潜りにより漁獲をされ、近年は漁獲量がアワビ類の約4割近く、こちらを占める大変重要な水産資源となっております。気候変動気になるんではないかということですが、海水温さらなる上昇を懸念される中、トコブシはアワビに比べまして高い水温を好むこと、また成長が早く漁獲が安定していることから、今後資源として大変有望である。漁業者の皆様方からも放流用の種苗を作ってほしい、まあ、こうした声が寄せられております。そこで県ではトコブシの漁獲アップに向けまして、昨年の10月から海陽町の県有種苗生産施設におきまして、種苗の量産化取り組んできたところであります。こちらですね、最初はこのぐらいちっちゃいですけどね、ご覧をいただけるかと思います。卵を取ってから約1年経過をした、今の見ていただいた稚貝でありますけどね、放流してもタコあるいはカニなどの食害を受けにくいとされる3センチの大きさに成長するとともに、生息域に影響を及ぼす台風シーズンも過ぎたことから、来る11月の18日木曜日、トコブシの稚貝2万個を初出荷いたします。ということでこちらも見ていただいてますけど、これは現物の今出荷をするトコブシの稚貝、まあ、上の方に上がってきてますね、まあ、ご覧をいただいているように、ナルトワカメなどを与えて育てましたこの稚貝、貝殻に海藻の葉緑素クロロフィルですね、この色素が沈着をして緑色になっていく、このグリーンマーク呼んでおりますが、その有無で成長後も天然の貝なのか放流貝なのか、これを識別することができるんですね。出荷された稚貝には直ちに漁業者の皆様方の手で放流をされ、1年後には漁獲サイズが5センチを超えることとなりますので、県ではこの種苗放流を機といたしまして、漁業者の皆様方に改めて禁漁期あるいは禁漁区の設定、漁獲対象サイズの引き上げなど自主的な資源管理実践を促してまいりたいと考えております。なおトコブシの種苗
生産は他県でも行われておりますが、本県では本年度末までに20万個の稚貝、こちらを出荷予定であり、トコブシ、種苗の生産量、放流量は本県が一躍全国トップに躍り出る見込みとなっております。今後とも SDGs に掲げております海の豊かさを守ろう、実現に向けまして気候変動への適応の視点も加えまして、水産資源を作り育み守る取り組みを着実に進めてまいります。私の方からは以上です。どうぞよろしくお願いをいたします。はい、どうぞ。水槽バスなんですけど、前後が中国で始めてたんですが、これ全国的に見たら何年ですか？全国では一番有名なのは東京オリパラに向けて東京都が走らせたのが、まあ一番有名な事例ということになりますね。では幹事社の実事から質問していただきます。徳島県はもう全国に先駆けて水素ステーションの設置や、公用車を水素燃料の自動車に変えているということですが、こちらの例えばトヨタの未来とかの水素燃料の自動車をその県民の皆さんに普及していく試みとしてはどのようなことを考えているのかということを聞かれて、まだ水素ステーションの数って少ないと思うんですけれども、それについてどのような広がりがあるでしょうか？まず県民の皆さん方に普及をさせていくためには水素ステーション、これがなければ普及できないということで、先ほど四国発での移動式の水素ステーション、四国太陽日産の皆さん方にお願いをして作った、あるいは県庁の公用車4台ありますけど、またパトカーは未来、これが全国初都道府県警としてはですね、当然その水素の供給が必要なんで、先ほど中四国初と申し上げたいわゆる全くの二酸化炭素フリー、つまり太陽光発電で生み出した電気でもって水素を作り上げていく水とですね、これが県庁の中に設置をしておりますし、また今回路線バスを走らせていくとなるとかなりの水素の供給が必要となるんですね。これも全国初の取り組みとして東亜合成株式会社の皆様方がまさに社運をかけていただきまして、いわゆる工場生産、その中から出てくる水素、地産水素、このように呼ばれておりますが、これを活用した固定式の水素ステーション、これを今取り組んでいただいておりまして、ここから供給をされる多くの水素、これを活用して徳島バスの皆様方が路線バスに燃料電池バス、中四国発、これを導入をすると、こういう形となってまいります。また道の駅板野、こちらの方にもこの東亜合成作り上げた水素、これを活用する水素ステーション、これも用意をするということになっておりました。水素の供給体制といったものがだいぶ出来上がってくるということでありますので、そうなってまいりますと当然のことながら、多くの県民の皆様方にもお使いをいただく、あるいは県外から他県ナンバーの未来であるとか、そうしたいわゆる燃料電池自動車、こうしたものがこう入ってくるということになっておりますし、またその普及としてかつてといいますかね、水素グリッド構想を27年作り上げて、県の公用車買うときにも国の方からの支援、これもありますので、他の例えば団体などで入れるといった場合には国の助成と、これに合わせて県の助成、こうしたものも作らさせていただいたところでもあります。ありがとうございます。はい、どうぞ。徳島新聞です。その未来を路線バスに先行させることでどの程度その CO2 削減効果というのはあるんでしょうか？ここのところまずそのどのくらいの頻度で走らせていくか、もちろん実証も兼ねておりますので、こうしたものをまずは導入をさせていただいて、そうしたものについてもしっかりと測っていくことができればと、このように考えています。
運行は実験的な試みということなんですか。いや、実際にはもう導入を路線バスとして導入をしていきますので、まあ、まさにモビリティの分野においての、まあ、二酸化炭素を出さないという形を進めるということですので、あとはまあ当然そうしたものがどのくらい増やしていけるのかとかいうこと、あるいはどういった感覚でやっていけるのかということがありますので、そうした意味で試みと申し上げたところです。実際にはもう営業運転ですからね。この2台をどのぐらいの頻度で走らせるかというのはもう決まっていることですか。まあ、これについては当然徳島バスの皆さん方が、まあ、どのくらい水素の供給との関係とかそういうございますので、やはり普通の未来に給水素するのとはだいぶ違うようでして、かなりやっぱり時間もかかりますし、まあ、そうしたものの中から打ち出されてくると、このように思います。この路線を走るバスが全てこの燃料電池バスになるわけではなくて、ではないです、はい、どうぞ。今の仮定質問で、これだから通常の路線の中、その鳴門線の中に、いわゆるガソリン車とともにこの、燃料電池車が走るという。そうです。これって、何台のうちの2台になるんですかね。もし分かるようなら。また、じゃあそのあたりのデータ。で運行運行そうか、はい、何便ぐらい走るかというのが分かります。お願いします。読売新聞なんですけど、はい、どうぞ。この指令確認なんですけども、えこれは去年の10月からこの海洋省の施設で育ててきたものを、はい、今度18日に始め購入されるということでしょうか。そうです。で、まあ、1年後にはその漁獲というか収穫というか可能な5センチを超えるということなので、まあ、初めてのその何ていうか、いわゆるその取るというか収穫というか、それは1年後以降にはもう始められる。はい、でそこのところはさっき申し上げたように、うん、これからこの海産資源というか水産資源、これの保護といった点でどのくらいの大きさにしていくのか、うん、まあ、こうした点、もちろんその市場で高い値のつく大きさっていうのもこれありますので、そうしたものをこの漁業者の皆さん方と決めていくということになります。まあ、一応まあ1年後には水揚げが可能な大きさにはなるけれどもということですね。そうですね、はい、このあたりは特に知事としての期待というか、ところしまくそのなんていわゆるそのよりまあ安定した漁獲にこれからなっていこうということだと思う。はい、まあ、先ほどもこの20万個の違いを保留していくということを申し上げて、これによって一躍生産としては日本で1位、今だいたい主要な産地っていうのが和歌山県あるいは神奈川県なんですよね。で令和元年のデータなんですけど、渡航節の種苗生産を行っている和歌山県、こちらが 14.1 万個、神奈川県が 10.3 万個ということですから、まあ、それの 1.5 倍、5割増し、あるいは倍ということになりますので、まあ、当然これが大きくなって、全部がね、そのまま育つわけではないんですけど、おそらく日本一の生産高を誇れるようになるのではないか、こう考えています。どうぞ。先ほどの瀬戸内寂聴さんが亡くなられたことについてはコメントをいただいたんですが、2つ以前、はい、まず県内で有名な方々の文庫社の方が亡くなられたときにですね、これまで県民特別功労賞とかっていうようなのを推奨されたりとかはされたと思うんですけど、何らかの形でまたまあこれだけ賞を出しているのであれなんですけど、まあ、何かこう賞を追悼するようなことはあるのかというのと、まあ、個人的にですね、知事が何かこう寂聴さんとのエピソードがあれば教えていただきたいなと思います。はい、まあ、まず最初の何かこれから賞をお送りをするのかどうかということで、まあ、寂聴さんの場合には先ほども申し上げたように県として最高峰の県民栄誉賞
まあ、こちらをお送りをさせていただいておりますし、国の方からも文化勲章ご受賞になられている、また叙勲もお受けになられているということがございますので、まあ、そうした点からいくと何か今後追加でですね、お出しをするということについては少し考えづらいのかなと、まあ、最高峰のものを全て取られているということです。それからエピソード、これはもう言うまでもなく、先ほど一つ申し上げたように、まず一つとしては文学書道館、このオープニングにあたってちょうど平成14年度オープンしたんですね。この時私は県民環境部長で、いわゆる担当部長でありましたので、まあ、この館長就任にあたって、まあ、様々なアドバイスいただいたところであります。まあ、実際には当時の文化振興財団の秋理事長さんに最初なっていただいたんですが、やはり本格的な館長さんが必要なんじゃないかということで、まあ、お願いをさせていただいて、16年、先ほど申し上げたように館長になっていただいて10年間、そしてさまざまな寂聴さんの人脈を通じた講座、こうしたものを行ってきていただいたということがございました。また寂聴さんのさまざまな作品、またそれだけじゃなくて文学書道館でありますので、書道家の皆様方のさまざまな作品も展示をさせていただいている、まあ、その両面にわたってご協力もいただいてきたところでもありました。まあ、そうした意味ではこの文学書道館、その生い立ち、その後の発展、ちょうど部長、そして知事としてお願いをしていくということになりましたので、非常に思い出深いものとなります。それからもう一つ、やはり全国初2度の国民文化祭、まあ、ここが大きいで、特に阿波人形浄瑠璃、まあ、これを四大モチーフ、つまり阿波愛、その富で作られた阿波人形浄瑠璃と阿波踊り、そしてベートーベン大工アジア初演、これを四大モチーフとして全国初二度の国民文化祭、平成19年度、24年度と行った。まず寂聴さんにお願いをしたのが、やはり阿波人形浄瑠璃、この国分祭四大モチーフになる前は、あそこの農村部隊が朽ちた、あそこの人形座がもう高齢化のために解散をする、まあ、そんな状況、そして初代天狗下から始まって、さまざまな貴重なデコ、こうしたものの保存というのも難しい、そしてデコ頭を掘っていただく後継者、こうした点についてもさまざまな検証というものがない、そういったご意見もありましたので、まあ、ここについては阿波の名工、これを人形師の皆様方を加えていく、まあ、木工の一つ、あれから芸術作品、そしてこれが国の現代の名工に、さらには叙勲につながっていく、もうすでにお取りになられた方もぶっ越されましたが、こうした皆さん方も出て阿波人形浄瑠璃、これをどんどん広げていこう、盛んにしていこうと。ただやはり全て工房長なんですよね。だから若い人、あるいはあまり浄瑠璃に馴染みのない皆さん方がすると、どうしてもこう入りづらいといった点があったので、公募帳で書いてもらえないだろうかと無理をお願いしました。そしたらモライスさんで書くわ、子供の頃モライスさん実際に現存されておられて、そしてモライスさんも実際に終わりになったということがあって、まあ、そうした意味でモライス恋変動、これを書き下ろしていただいた。そしてもう一つは源平合戦、どうしても四国源平合戦というと屋島、こちらの話になって神奈川県の話になってますね。しかし最初に義経が上陸をしたのは当時の勝浦、阿波の国勝浦ということで、今の小松島ですね。ちょうどあそこに騎馬像があるんですけどね。ということで、そうした史実、これを分かりやすくこちらも書いていただけないだろうか。そしたらこちらが義経街道娘恋鏡、これはまあ文庫帳なんですけどね、この2作、そしてこれを国民文化祭で上演をし、そしてその後もらい砂ができたり、さまざまな形で阿波人形浄瑠璃発展にもご協力をいただいたと。そして2度目の国民文化祭、
ここの時にもなかなか難しいわよっていう話があって、京都の後でしたからね。まあ、そうしたさまざまなアドバイスをいただいた、あ、いわば2度の国民文化祭を成功に、そして徳島ならではの文化といったもの、その後発展させることができたのも、瀬戸内寂聴さんのさまざまなご協力、ご尽力、その賜物と、何か2点といえばこの2つになるかと思います。先ほどお話しになられた寂聴節というので、何か印象に残っているのは何かありますか、地域の中で何か言われたらとか、あれか。やはり寂聴さんの場合には、何事も前向きに、よくあのバラのトゲの話が、若いうちにバラ摘みなさいという話が出てくるんですけど、何でもまずやってみなさい、ここですよね。で、失敗を恐れない、いいのよ、やってくださいよ、こういう感じでよく言われて励まされましたですけどね。ありがとうございます。はい、新型コロナに関して、政府の分科会が新たな感染状況を示す新たな指標をまとめましたが、それについての知事の受け止めと、徳島アラートに、反映させるのかどうかというところをお伺いできますか。はい、国の新型コロナウイルス感染症の分科会、こちらの方が、これまでの第5波までの知見を受けて、今まではステージという判断だったんですね。そして例えば直近1週間の新規感染者数、また病床の逼迫具合、あるいは検査の陽性率、ご指標7項目、これを見ながらこの4つのステージ、この判断をし、例えばステージ3入ってくるとまん延防止等重点措置、ここが見えてくる。ステージ4、こちらに行くと今度は緊急事態宣言、これが見えてくる。まあ、こうした今までの判断、そして徳島アラートもこれにそれぞれ合わせて、なおかつ徳島アラートは徳島ならではというものとして、ステージでいうと0、つまり感染注意報というものをまあ出しているということになっています。しかし国の方で今回の特に第5波を受け、またワクチン、こちらがだいたい12歳以上として7割、これを超え始めてきた、いわゆる集団免疫、こうしたものもだいぶ見えてきた。そして今ちょうど国と我々都道府県とでワクチン検査パッケージ、その技術実証、これもさまざま行っている。そして2度打ち終えた証明、例えばこちらは全国初、損保グループの皆さん方と徳島県、損保ジャパンの皆さん方と包括連携協定を結んでいるというご縁で、徳島での実証、例えば健康を考える県民の集い、これから行うドリンクラリー、こうしたところにこのシステム、これを使っていこう、パッとスマホの中に2度もう打ち終えたといったものがデータが分かる、あるいはワクチンが打てない、あるいは打ってない方々は陰性証明、これを立ちどころに見せることができる。まあ、このシステム、今実証ということで、さまざまな点で、例えば不具合があるんであれば、それを直していこうということも、損保グループの皆さん方に提供させていただいているんですが、まあ、こうしたもの、損保グループの皆さん方も、今年中にこれを実用していこうと。まあ、こうした試みが今、全国で行われているということで、例えば、今、大規模イベントの場合には、定員の半分、あるいは5000人を、その多い方を使っていいと。これについても上限撤廃、このシステムを使えれば上限撤廃していこうと。まあ、こうした話がある中で、ステージ判断から今度はレベル判断へ切り替えるということで、どちらかというと病床の逼迫、例えば重症者、この部分が非常に逼迫したと。あるいは入院、ここのところが逼迫をしたとか、こうしたところを重点的に見ていくレベルとする。まあ、もちろん我々全国知事会からも提言をさせていただいて、直近1週間の例えば陽性者数とか、これをなくしてしまうということはないんですが、ただレベル判断という中ではどちらかというと病床の逼迫、
ここに重点を置いていく、まあ、このように変わるということになるんですね。ということで、当然のことながら我々も今国とともに技術実証、ワクチン検査パッケージやっておりますので、まあ、こうしたものを受ける中で当然徳島アラート、この内容を変えていくということになっています。まあ、その意味では国の方が実際に分科会を開いてそれを出していく、まあ、来週にもという話がありますので、まあ、全国知事会でもこれに合わせて全国知事会のいわゆるこのワクチンの特別の会ですね、まあ、これを開いていくことになるかと思いますので、こうしたものと合わせて県としても対策会議、これを開いて、そして徳島アラート、その中身、今の感染状況あるいは防御体制、これに合わす形に変えていきたいと、こう考えています。以上です。どうぞ。今の話に関連しまして、病床の逼迫具合重点を持っていくということなんですが、まあ、それはあの第6波に備えて病床の確保計画を見直すように都道府県を流していると思うんですけれども、まあ、福島県としては病床を今の状態から増やすのか、まあ、お考えがあれば、はい、まあ、ここもこの対策本部などに合わせて最終的には打ち出していきますが、徳島の場合には病床、まあ、国で言われているそういった状況から見ていくとほぼほぼ足りている部分はあるんですが、今お話がありましたように第6波がどのような状況で来るかわからない部分がありますので、まあ、そうした点については増やしていく、こうしたこともしっかりと視野に入れながら最終的な対応、これを取りまとめたい、このように考えます。まず最初のターゲットは先ほど申し上げたように国の分科会、これが開かれてステージからレベル判断へ切り替えていく、あるいはさまざまなイベント、こうしたものについての上限撤廃、ただしワクチン検査パッケージ、この利用、まあ、こうしたものが噛んでくるという形になるかと思いますので、これに合わせて全国知事会もコロナの対策会議、これを開いていくことになる。当然それに合わせて県も対策本部を開いてレベル判断に徳島アラート切り替えていく、そうしたものの対策の一つの中に、例えば病床第6波を迎え撃つという形で対策を出していく、まずこれが一番、もし一番早く動くとするとそこになってくるかというふうに考えます。道路の整備に伴う新駅の設置について、はい、今 JR と協議している段階だと思うんですけども、進捗状況を教えてもらいますか。これについては今もご質問があったように JR 四国の皆さん方とその位置の関係であるとか、あるいはどういった形で対応していくのかとか、まあ、費用の点であるとか、まあ、こうした点協議を進めているところであります。もちろんは JR 四国の皆さん方とは、それ以外にも DMV の話があったり、ちょうど四国ディスティネーションキャンペーンがあったり、まあ、他にも様々な点がありますので、そのところの進捗、まあ、対応を進めている。しかしそれ以外のところも対応しなきゃいけないという状況になっていると。まあ、こうした点をご理解いただければと思います。現点で具体的にお話しできることは、はい、そうですね、はい。もちろんそうしたものの方向性出ればしっかりと発表していきたいと思います。ここはいかがでしょうか。すみません、はい、ちょっとすみません、ちょっと話、子どもの病床を使用する話に戻るんですけども、まあ、病床を増やす場合、やはり一番問題になるのが人員の確保だと思うんですけども、今回第5波の中でもですね、かなり人繰りに苦労したというような現場の声もあるんですけども、
まあ、特に看護師さんの確保について、まあ、第6波に備えて何か対策というか考えていらっしゃることがあれば。はい、当然その病床を増やすというハードだけでは足りない、それに当たっていただくいわゆるメディカルの皆さん方、そのご協力、まあ、その中心がドクターであったり看護師さんであったりと。で、特にこの看護師さん、例えば宿泊療養施設においても看護師さん常駐していただくとか、非常に看護師さんに負担がかかる状況となっておりますので、まあ、こうした点についてはもちろん看護協会の皆さん方、あるいは OG になられたそうしたナースの皆さん方にご協力をいただいて、まあ、ワクチンの接種こうしたところでもご協力をいただいてきております。で、今じゃあその需給の関係ということなんですが、ちょうどワクチンが一段落をして次のフェーズとして、もちろんまだワクチンを市町村主体のところで打っていく、そういう方々もおられるんですが、次のいわゆるブースター接種という3度目の接種、ちょうど国の方がファイザーについてこれを特例承認をしたところで、ただ18歳以上という条件がついたところですが、まあ、12月ぐらいから医療従事者の皆様方を始めていこうと。ですからそういった点で今までは看護師の皆さん方、ワクチン接種、特に職域接種であるとか大学の拠点接種、あるいは県が主導するアスティ徳島などでやっていた大規模集団接種、また各市町村での接種、多くの看護師さんがご協力をいただいていたところが、例えば県の大規模集団接種、これも一旦終えた11月の2日でですね、ですからこうした皆様方にもご協力をいただけるのではないかと、まあ、このように思っているところです。もちろん最終的には看護協会の皆さん方、それぞれ病院などで勤務されている皆さん方、こうした皆さん方との連携ということになるかと思います。今の話だと、まあ、これまでワクチンの接種を進めてきて、そちらの方に、まあ、人員としてリソースというか、をかけていたところを、まあ、コロナの治療の方、まあ、治療というか、ケアですかね、入院だったりとか、そちらの方にも、まあ、OG の方であるとか、まあ、看護協会に登録されている方を、それは我々というよりも、まず看護協会の皆さん方にそうした人員の話を申し上げて、例えばそれぞれ役割で玉をついていくということもあるでしょうし、それはその中でまずはお考えをいただければと。ただ今ご質問があったように、今パッと人員が足りるのかといった点については、客観的な要因としてワクチン接種などで多くの皆さん方ご協力をいただいていたわけですから、こうした皆さん方がそれぞれ動いていくということは当然考えるのではないか、このように考えます。はい、よろしくお願いいたします。